仮面ライダーバトルガンバレゼンズシンクロマイス3章のカードを紹介していきます、うん、ついにね明日から稼働ですよ、うん、あ来ました明日ですね楽しみですよね楽しみ7月25日から稼働開始となりますシンクロマイス3章のレジェンドレアカードとキャンペーンカードを中心に今日は紹介していきます。さらに新情報ももちろんありますので、うん、最後までお楽しみに。それでは早速やっていこう。バンバリーまずはレジェンドレアを紹介していきます。1枚目はこちら、ユーレディゴンということで仮面ライダーレインボーガッチャードです。おー来ましたね、来たー、レインボーガッチャード、まあ、やっぱりね、あの仮面ライダーガッチャードの最強ゴールということで、うん、この迫力ですよ、はい、圧巻ですよね、この下からこう見上げてる感じの煽ってるような感覚、うんうん、最高ですね。店頭配布とかでさ、うん、もうレインボーガッチャーとガッチャしてる人ももちろんね、うんうん、レジェンドレアカードね、ラインナップされたわけですから、うん、そうですよ、これはガッチャしないと、はい、スキャン演出も楽しみだしね、うんうん、フィニッシャーでパンチアイコンもあるということなので、うんうん、まあ、強力ですし、まあ、やっぱり、うん、このライダーソウルですよね。出ました、はい、回復できますからね、はい、新しいレジェンドラビーにね、うんうん、はい、もうねどんどん使っていきたいカードになってます。2枚目はこちらです。仮面ライダーバッファーフィーバーゾンビフォームジャマシンです。来たねー、来ました、はい、まずイラストね、もうめちゃくちゃかっこいい迫力あるイラストになってますよ、まあ、全てのライダーをぶっ潰す力持ってますからね、最強の姿で登場、これは嬉しいね。この子手映ってますよね。これだあ、うん、そうなんですよ。これよく見るとベンとジョンの姿がイラストされてるんですよ、描かれてるんですよ。すごい、お嬢様。いやそうですよね、あのシーンすごいですよね、これ作品愛感じますね、すごいね、ほんとさりげないところに入ってます、うんうんうん、必殺技ハイパーゾンビストライクということで、まあこの必殺技もねめちゃくちゃかっこいい演出ですし、うん、そしてもちろんこのアビリティもめちゃくちゃ強くなってます、うん、まずライダーアビリティはぶっ潰す力となっています。自分の剣アイコンを止めた時チームのフィニッシャーの攻撃がダイアップ、そしてさらに自分のキックアイコンを止めたとき相手チームに1000ダメージ、うん、ということでね、うん、攻撃ダイアップもありますし1000のね固定ダメージもあるんで、うん、めちゃくちゃいいアビリティになってますよね、うん、バッファらしいですね、ジャマシンバッファっぽいね、確かに、うん、はい、まさにもう無双してます、うん、そしてリーダーアビリティはバッファ無双この時点でねもうすごいですけど、自分の攻撃が大アップ、はい、さらにラウンド3までチームのフィニッシャーの防御が大アップ、はい、とにかくもう大アップですよ攻撃も上げつつ防御もアップさせる、はい、すごいね、はい、ありがたいカードですよ、しかもスピードさんなんだ、スピードさんです、はい、すごいめっちゃ使いやすいね、めちゃくちゃもう活躍間違いなしです、うん、剣アイコンでフィニッシャーで固定ダメージということは、うん、キアメオセットの対空武人ソードとね、ちょっと相性も良さそうなんで、ちょっと使ってみたいですよね。いいデッキになりますね。いや、もうすごいです。3枚目は仮面ライダー王者です。来ましたよ、王者。いや、マジで、あの、本当に龍騎の中でも、うんうん、本当に王者大好きで、まあ、なんといってもね、このミラーモンスターのベノスネーカーが私がすっごい大好きなミラーモンスターではあるので、それがね、こう王者と一緒にデザインされているこのデザインが最高にいますよ。まあ、デザインもそうなんですけど、まあね、王者といったら、必殺技、ベノクラッシュですよね。この必殺技を見れるんですよ、うん、確かにそれが嬉しすぎてベノクラッシュを皆さんの目でね、うん、もう間近で見れるので、うん、まあ、それだけでもね、もう絶対にゲットしたいっていう価値になると思うんですけど、もうライダーアビリティがね結構すごくてですね、イライラするんだよということで王者っぽい感じのタイトルになってまして、先行の時自分の攻撃がダイアップ、さらに相手チームの攻撃開始時次のラウンドまで相手チームの全体のクリティカル発動率をダウンということで、うん、クリティカル発動率下げられちゃいます。でこれスピードレベル4あるのですごい使いやすいカードになってるし、うん、この王者はあのパンチアイコンでさらにコマンドラッシュを持ってるので、こうレジェンドレアでパンチアイコンでコマンドラッシュを持ってるのがこの王者が初めてなので、あ、そうか、はい、みんなもう使いたいってなるかと思います。そして2枚あるぜ、どっちが出たということでパラレルのカードもラインナップされております。パラレルはスペシャルフォトデザインになってます。おー、これまたすごいね
これはもうね最高だよね。このちょっとうつむき加減な怪しい雰囲気といい、え、マジで欲しいんですけど。しかもね、あのパラレルは、まあ、いつものごとくラーメンのフレーバーテキストの内容も変わってるので、うん、ぜひね、それもぜひチェックしてほしいと思います。続いては仮面ライダー外務勝どきアームズ、いざ出陣、えいえい、おいや思わずねちょっと編集の名乗りを叫んじゃいましたけど、はい、こちらもかっこいい姿になってます。この勝どきバター、はい、見てください。いや好きなんだよね勝どきアームズになると後ろにこうやって それ武器に使えるんだよね。そう、まさかのね、飾りだけだと思ってまさかのね、これでも戦えるんだっていう、そう見てもかっこいいし武器としてもめちゃくちゃかっこいいね、うん、この姿が印象的ですよ、はいはい、そしてこちらはじゃん、パラレルもあります。このねイラスト最高だよね、はい、いいですよね、うん、この浮世絵みたいなね、うん、イラストになっててちょっと今までになかったようなデザイン、うん、でそして仮面ライダー外務をこう表すかのような、うん、この和風なテイストでね、うん、文字とかも確かにデザインされてるっていうのがまたちょっと一味違っていいですよね、うん、これも絶対ねゲットしたくなるカードになってます、うん。5枚目はこちら、仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル2ということで、とうとうねレジェンドレアにやってきました。来ましたね、バンシュタイツが花屋先生大好きなの。いいですよね、かっこいい。しかもやっぱりこのエグゼイドらしいこのゲームっぽいね、このエフェクトだったり、うん、この文字だったりがカードにデザインされてるのがもう最高すぎる。まあね、しかもこの本物のねこのスナイパーのような構図もめちゃめちゃかっこいいですし、うん、今回ね、うん、言いたいのはレジェンドアビリティですよね。こちらももちろんついております、ライダーソウル。おー、ライダーソウル。さらにですねこちらのリーダーアビリティなんかもこの10アイコンを持つカードの効果をこうね防御を上げたりだとかするような効果になってるので、うん、10デッキを強化するには最高です。続いて仮面ライダーアーマードーン、はい、来ました。本当に野生味あふれるこの大切断のシーンですよ、うん、このアングルが描けるのはもうアマゾンしかない確かに、本当にその通り、こう荒々しくねしぶきを上げてるというか感じもね超躍動感あって最高にかっこいいんですよ。でこのねなんかちょっと背景が明るい感じがちょっと珍しいなと思って、うん、そういうのもね結構ね好きなポイントになっております、うん。まあ、なんといってもねこうアイコンが揃っているのでこうシンクロマイズ1章で登場したアマゾンアルファ、そしてアマゾンオメガ、さらにシンクロマイズ3章で登場するアマゾンネオね、うん、それとね組み合わせてアマゾンデッキみたいなのが面白いと思うので、うん、それでねちょっと戦ってみたいなと思ってます。そしてイベントカードのジョジョンユナイトベントです。おー来ましたね、はい、これ私初めて見た時王者そんな技使っちゃって大丈夫なみたいなベノスネーカー以外も召喚できるんか、うん、あなた、しかもユナイトベント合体意味が分からんのだけどみたいなちょっと、ね、衝撃的な展開で、もうこのねこの合体した姿もすごいよね、このジェノサイダーの、うん、頭の部分にベノスネーカーがいて体の部分にメタルグラスがいて、で背中にエビルダイバーがいるっていう、うん、すごくない？モリモリです、ね、いやこれはもう負けちゃう負けちゃうみたいなもう王者だからできるみたいな、うん、さっきの王者のレジェンドレアのカードもそうだけど、うん、この手前の側に王者がいて後ろにこうミラーモンスターがいる感じの構図がね、このめちゃくちゃ強いミラーモンスターを王者が従えてるっていう感じの構図になってて、すごいそこもね好きなポイントになっております。でこのサポートカードの効果がですね、チーム体力が1万3000以上の場合チーム全体の攻撃が大アップ、さらにチーム体力が1万6000以下の場合チーム全体の防御がアップということで、体力の調整は必要ですけど、うまく体力の調整ができればめっちゃ強いです。続いてはキャンペーンカードを紹介していきます。バトルヒストリーキャンペーン両戦こそです。今回は10枚のカードがラインナップされましたということで、今回シンクロマイズ3章でね登場した王者だったりバッファだったり、今回の3章で登場したライダーと関係の深いようなねライダーだったりイベントカードがこうやってラインナップされております。はい、気に入ってるカードありますか？どれも
ドラゴンめちゃくちゃとりあえずまずかっこいい、うん、うん、まあでもちょっと僕はこれが気になりますね。仮面ライダー龍拳ブドウアームス、うん、まあなぜかっていうとね、まあ、僕兄弟でねお兄ちゃんで弟いるんでね、うん、まあ、兄対弟のこの構図のねこのストーリーはちょっとやっぱ欠かせないですよ。なるほどね、ここまで激しく戦うことはきっとね、ちょっとねないように、実生活はねないように欲しいですけど、うん、うん、まあでもねかっこいいね戦いやっぱ印象に残ってますから、うん、いやこれかっこいいですよ。私はねこちらなんですけど、このイベントのデザイアグランプリということで、はい、やっぱりこのエントリーフォームがね、うん、ずらっと並んでいるこの迫力、うん、いやかっこいいですし、うん、こちらはねやっぱりこのキャンペーンでゲットできるカードということなので、うん、こう手に入れた人はね嬉しいですよね、うん、まあ私はこれですね、ゾルダとライアーですね、うん、これ見る人が見ればねこう誰と戦ってるかってよく見ればね分かるみたいな構図になってる、うん、こうなんかはっきりと誰と戦ってるかを描いてないけど見れば分かるみたいな感じの構図がすごいかっこよくて気に入ってます。今回ライダーカードには全てね新レジェンドアビリティであるライダーソウルを持っていますので、キャンペーンカードでねゲットしやすくなってますので、ぜひねこの機会にねこのキャンペーンカードをゲットしてライダーソウルね使ってみてください。そして他にもねパラレルデザインのカードは収録されておりますので紹介していきたいと思います。まずはじゃん、サポートカードのジョーカーです。すごいよ、この迫力。はい、53体目のアンデッドということでね、はい、もうこのマガマガしいねこのデザインですね。まずこちらですね、エネミーでは初のスペシャルフォトデザインとなっているんです。やばやばくないですか、すごいこれいいっすよね、うん、このデザイン。そしてねこの金箔の部分ですよ、うん、ブラウズカードみたいになっていて、これもめちゃくちゃいいですよね。おしゃれだんでね。そしてこちらです、じゃん、はい、サポートカードの戦わなければ生き残れないですね。こちらのパラレルはですね、仮面ライダーナイトサバイブがですねデカデカと描かれております、うん、いやこれだってシンジでしょ。そうですよ、激エモすぎるやん、うん、いやシンジのナイトサバイブやばいって、めちゃめちゃかっこいいですし、この対比がいいよね。通常版はオープニングっぽくなってて、うん、本編じゃないスペシャル版からパラレルが採用されるっていうのがね、うん、いいよね。そうですよね、この戦わなければ生き残れないっていうのもね、うん、勇気の世界観というかもう最高です。そしてこちら仮面ライダーアマゾンネオになります、うん、これすごい千尋これやばいよ、背中合わせにしてるよ、もうなんか親子の残酷な運命をこうイラストで表現しとるやんけやめて。しかもこのアマゾンアルファなんですけど、これよく見ると目が白くなってるんですよね。あ、本当ですね、すごい、めちゃくちゃさりげないところに、うん、本当によく見ると白くなってて、すごいもうめっちゃいいじゃないですか、うん、シンクロマイズ一生で Amazon アルファのねパラレルデザインのねカードをゲットした人はこっちをゲットしたくなるでしょ、うん、絶対もう最高じゃん。そしてここで初出し情報を、このタイミングで初出し情報ということはね皆さん分かりますよね、うん、はい、まだね公表していないパラレルデザインのカードあります。いということで皆さんにお見せいたします。じゃじゃん、仮面ライダーレインボーガッチャードです。来ました、すごいよパラレルデザインでこのスチームホッパーもホータローイーターデザインあったじゃないですか。そこから最終形態のレインボーガッチャードのこのパラレルになって、うんうん、もうガッチャードのもう最初から最後までもうパラレルで味わえるみたいな、うん、確かにでも顔つきが違いますよ、うん、ホータローね、成長したホータローお宝ちゃんの目がピリッとしてますからね、欲しい欲しいよ、それ欲しいよ、絶対欲しいよ絶対にガッチャしましょう。バンマリン、ということで仮面ライダーバトルガンバレジェンズシンクロマイズ3章のカードを紹介していきました、うん、すごい今回も、ね、本当に毎回毎回なんかすごいなって思うんですけど、うん、今回も本当にすごいなってガッチャードの集大成ともいえるレインボーガッチャードが入っていたり、うん、もう私の個人的に大好きである王者が入っていたり、もう本当に最高すぎる、ね、もう稼働が楽しみでしょうがないですね、ね、うん、明日ですから ね、アミューズメント施設がオープンしたタイミングでみんなに行こう。続いてキャンペーンの情報です。3週連続錬金術師の絆キャンペーンも開催します。7月25日シンクロマイズ3章の稼働開始日から配布開始となります。配布内容はこちらになっております。こちらの3枚つなげるとなんとイラストがつながる仕様になっているので、ぜひね3週連続ガッチャしてください。
配布店舗など詳しい情報はガンバレジェンズ公式ホームページをチェックしてください。そしてシンクロマイス3章稼働記念特別 SNS キャンペーンを開催いたします。3週連続錬金術師の絆キャンペーンのカードに各ライダー役の本島純生さん、松本玲代さん、藤林康成さんの3人のサインを入れたカードを6名の方にプレゼントいたします。セットでもらえちゃうってことですか？そういうことです。しかもサイン入りで、はい、パワーすごい、ね、なんという大盤振る舞い最高ですよね、うん、応募方法はガンバレジェンズ公式 X をフォロー&当該ポストをリポストすることで応募完了になります。前半と後半に分かれておりまして、前半は7月24日本日の18時から7月30日まで、そして後半は7月31日から8月6日までとなっております。前半はなんとこの動画の後、うん、この後すぐ始まりますので、ぜひねポストされた瞬間にリポストお願いします。でフォローしてない方はフォローもお願いします。前半と後半で3名様ずつ合計6名様に当たりますので、ぜひ皆さんふるって応募してください。そしてそして皆さん嬉しいあれが、いやあれありますよ。あれシンクロマイス3章稼働中にですね、スペシャルカードパックゲットキャンペーンを開催します。入ってきましたよ、はいはいはい、あれが、はい、ガンバレジェンズ5段でやってたあれですよね、はい、はい、そうです。スーパーインフルエンサークラブね、はいはいはい、もらえたやつですよ、うんうんうん、あれが入ってきます。あ、改めてですが、100円ごとにね抽選が始まって、で当選すると、うん、そのスペシャルカードパックがゲットできちゃうというスペシャルなキャンペーンとなっております、うん、カードの内容は後日発表になりますので、ぜひね楽しみにしててください。仮面ライダーバトルガンバレジェンズシンクロマイス3章は明日から全国のアミューズメント施設などで稼働開始。テレビシリーズ仮面ライダーガッチャードはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。今日の動画は森ちゃんとイデニーとナエマルがお届けしました。ガンバレジェンズが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。